はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、めちゃくちゃ我が家から近いところに撮影来ております。家から車で言うと約10分ぐらいかな、鶴見駅に来ておりまして、本日もですね、伺うお店、一度僕動画撮ったことあります。もうちょっとね、目の前に見えているんですけれども、本日はですね、レストランバークさんという鶴見の名店に、伺おうと思ってます。こちらのね、レストランバークさん、本当にお店も長くて、この鶴見駅では超人気店。ランチの時間等ですと、本当にね、常に満席状態、そんなね、地元に愛されるお店なんですけれども、このバークさんの料理はとにかく美味しいのはもちろん、量も多いと。デカ盛り店というような感じの定食屋さんなので、早速ですね、本日僕はいろんなメニューを注文して、大きいバークさんの料理楽しんでいきたいと思います。ということでですね、ただいまこちらバークさんの店内に入っていまして、ついにですね、料理到着しております。今回はね、一品のデカ盛り等ではなくて、複数ね、美味しい料理たくさんご用意いただきました。で、オープニングにもお話ししたように、こちらのお店さんはですね、本当に人気店ですので、ご迷惑にならないようにお気遣いね、お店さんからいただきまして、今ね、オープン前にお邪魔しております。で、残り40分ほどでお店オープンになりますので、片付けもあります。できる限りね、早くでもしっかり味わって食べ進めたいと思います。それではいただきます。ちょっとね、一品ですとかいろいろいただいてるんですけれども、これ僕が食べたかったこのカレーね、今回カツカレー注文したんですけど、これ一発目に言っていいですか、これがね、好きなのよ。今回ね、このカツカレー中盛りですので、いただきます。うまー、あー、これだ。うん、うん、あー、好きだなこれ。ルーはね、結構辛めでして、ホームページにも辛いのが苦手な方はご注意くださいと書いてあるぐらいなんですけど、この、ね、辛みとスパイスの風味とじっくり煮込まれたカレー、最高です。いや、うまいな。うん、うまっ。出来たてのうちに熱々ね、お肉料理いっちゃいましょう。じゃあひとまずこのベーコンカツ、この分厚さ、ベーコンのこれなんですけど、前回ね、このバークさんに僕が YouTube 撮影に伺った時に、次はねこれ食べておすすめだよとお店の方に教えていただいた一品でして、これ絶対うまいと思うんでね、これいただきますね。口で油が溢れる。うん、うまで、今回ね、このベーコンカツに目玉焼きトッピングしてますので、目玉焼きと合わせまして、こう注文したね、中盛りライスと一緒にいただいています。うん、うん、米進むなぁ、これたまんね。うん、そしたらもう一個のね、お肉料理、チーズハンバーグいっちゃいましょう。これ見えますかね、このとろけるチーズ、うわ、最高じゃないですかこれ。いただきます。うん、米、うまー。
焼きたての料理をねこんなに食べられるの幸せですね。個人的にですけどパックさん大好き。僕が最初にこちらのお店に訪れたのがデカ盛りハンターさんっていうテレビ番組でして、その際にはチャレンジメニューをいただいたんですよ。でその時にいただいた料理がものすごく美味しくて、この料理は並盛りで食べたいと思って改めて自分の動画で来てるんですよ。でそれが2022年の4月の25日ということで、撮影日が11月の10日なので約1年半ぶり。こんなに好きなお店にね1年半来てなかったことめちゃくちゃ悔やまれますわ。地元の方もこれ食べに通うのは分かる。うまという間だな今日。もちろんですね、注文してる量に関してもいつもみたいに5キロとか6キロとか大きいやつで大量の量ではないんですけど、こういう懐かしいさ店内の中で食べるご飯なんか楽しくてあっという間ですね。あー居心地が良すぎる。やばいなこれ、もう料理残りわずかになってきちゃった。そしたらこのオムライスいっちゃいますか。もうこれスプーン入れただけでわかる、絶対好きなタイプだ。いただきます。うまー、めちゃくちゃバター効いてる、香りと甘み強くて最高、本当に美味しい。いいですね。本当なんかこうザ洋食屋さんのオムライスって感じ。うまっ。僕自身もですね、このバークさんに初めて来た時から思ってるんですけど、食べたことないんですよ、もちろん初めてなんでね。でもどこか思い出の味なんですよ。なんかわかるかな、このちょっと懐かしい感じ、昭和の良さが残るというか、最高に美味しい。なんかこういうご飯食べてると昔うちの親父にね外食連れてってもらったこととか思い出しますね。うん、幸せ。
たらもうあっという間にですね、本日残すところこちらのオムライスのみとなりました。ということでですね、本日はこちらバークさんで美味しい料理多数いただいてきました。最初いただいたのはテレビをきっかけにね、今日も含めてその後僕のチャンネルの方でも2回動画させていただきました。好きだなとそんな風に思わせてくれる最高の料理でございました。ぜひですね、こちら川崎方面に来た際にはこの鶴見駅にございますレストランバークさんで美味しい料理皆様も食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。